電車の電動スクーター、トラベルパートナーは、世界最軽量、小型で、免許証なしでどなたでもご利用いただける電動スクーターです。3つに分解できるトラベルパートナーは、小型自動車のトランクに収納でき、利用者の行動半径が大幅に広がります。重さ28キログラムのトラベルパートナーの組み立ては、道具を必要とせず、女性でも30秒程度で簡単に行えます。ハンドル右側にあるキーをオンの位置にし、右側のレバーを手前に引くと前進します。長さ104センチ、幅57センチのトラベルパートナーは、車椅子が走行可能な場所ならどこでも走行できます。バックするときは、ハンドル左側のレバーを手前に引きます。前進よりもスピードは遅くなっていますので、安全にバックすることができます。シート下のバケットは、たっぷりの荷物を積むことができます。自宅近くのコンビニエンスストアやスーパーマーケットへの買い物に役立ちます。国際航空運送協会IATA加盟の世界中の飛行機に手荷物として積み込むことができ、今まで考えられなかった旅行まで実現することができました。到着後の組み立ても簡単にでき、普通の旅行者と変わりなく素早い行動ができます。これからも拡大するバリアフリーのホテルや公共施設などで、トラベルパートナーの行動範囲は一層広がります。従来にない小型設計のため、客室ドアも余裕を持って通過できます。コンパクト設計の充電器は持ち運びも容易で、家庭用コンセントで手軽に充電ができます。最高時速6キロまで無段階でスピード調整ができ、スムーズな走行が楽しめます。途半角度は6度まで可能で、日常的な生活で人の助けを借りることなく移動を可能にしました。
差においても5センチの段差を乗り越えることができ、車椅子では一人でできないこともトラベルパートナーなら可能です。名電車のトラベルパートナーはコンパクトで世界最軽量、しかも折りたたみのできる画期的な電動スクーターです。日常の買い物や今まで諦めていた旅行など、またこれからますます拡大するバリアフリーの施設などで、あなたの行動範囲はトラベルパートナーで一層拡大することでしょう。